こんにちは、カツオンです。ちょっとまあ、5チャンネルの方でなんかこう、まあ、ちょっとなんか少し炎上みたいな感じになってて、まあ僕のそのなんかこう、まあ、Google レビューで、まあその飲食店のそのなんかレビュー、まあちょっとまあ、浅野拓郎という本名をまあ出して、ちょっとこうまあ、いろんなお店のね、まあちょっとそんなに多くはないんですけど、レビュー書いてた、2、3年前ぐらいにちょっと少し何件か書いてたのがあって、で、それがまあそのまあこう発掘されたというか、その僕の Twitter の方で最近ね、まあダイレクトメールで、やり取りしてた視聴者さん、とある視聴者さんが、まあその、なんていうか、応援してくれる人、してくれてる人だと思ってたんですけど、今、まあ、今日分かったのが、まあ、結局その人、まあ、アンチだったんだなっていうふうに分かったんですけど、まあ、その人がね、こうまあ、その支持者を、まあ、装って、まあ、ちょっと僕からいろいろ根掘り葉掘り、こう、聞いて、で、それを、まあ、その、まあ、ツイッターとか5チャンネルに、こう、晒してるっていう、まあ、ことが、ちょっと今日起きまして、まあ、それ自体が結構、やっぱ僕、ちょっとやっぱ、こう、ショックでしたね。まあ、その人のことを僕、結構信用してたんで、まあ、そこが甘いのかもしれないですけど、すごく、もうずっと、まあ、1ヶ月ぐらいから、もうほぼ毎日のように、こう、まあ、ダイレクトメール もらってたんで、まあ、やり取りしてね、やってたんですけど、まあ、普通に応援してくれてる人なのかなっていうね、感じで、まあ、僕は割と信用してたんですね。で、なんですけど、まあ、いろいろね、バイトのね、心構えの話とか、まあ、カツドンさん、以前店長さんやられてたんですもんね、みたいな感じで、まあ、いろいろ、まあ、慕ってくれるようなね、人だったんですけど、まあ、それも全部、まあ、ただ支持者を装ってただけなのかなっていう、まあ、ちょっと、まあ、アンチの人だったんだなっていうのを今日分かって、結構やっぱり、まあ、結構やっぱショックで、まあ、その、辛くなったんで、ちょっとその動画、まあちょっと、ごめんなさい、なんかちょっといろいろ撮影してたんですけど、ちょっとごめんなさい、なんか先週作る気力がなくなってしまって、ちょっとまあ、傷ついて、まあ僕も人間ですから、やっぱりある程度ね、まあネットの中であったとしても、やっぱこう、応援してくれるね、視聴者の人、ね、に対して、やっぱある程度やっぱ心を、まあ、開いていくわけで、まあ、それからそういう人にね、なんか手のひら返されたように、こうちょっと、まあ、裏切られるような感じで、やっぱり結構やっぱショックでね、ちょっと今日は動画をちょっと2時間ぐらいかけて作るよう、気力がなくなっちゃいまして、まあちょっとこう、こういう動画にさせていただきました。すいません、なんか、まあしんどいなって感じで。まあ傷つきますよ、それ。やっぱ心開いてた相手からこうね、裏切られるっていうのは、人間は誰しも傷つきますからね。僕も人間なんでね。まあでもね、こう、まあネットの世界ってのはまあね、まあこういうもんですけどね。まあ、なかなか、勉強にもなったというかね。で、まあレビューの内容に関してなんですけど、まあ別に僕は何もその、なんか、まあいろいろ言われてますけど、まあ障害者の人ね、が、まあスタッフやってるカレー屋さんに行ってね、障害者になんかこういろいろその、なんかこう、まあね、ダメ出しして、うわ、こいつ最低だなとか言われるんですけど、まあそういう5チャンネルちょっとこう久しぶりに見たんですけど、あのレビューでなんでここまでこう、まあいろいろ言われるのか、改めてやっぱりちょっと怖いなって。僕はそのまあ、カレー屋さんのレビューとか、まあいろいろなレビューに関して、別に、まあちょっとね、まあ厳しい評価をね、書いてたりしましたけども、それは別に一視聴者としてお金を払って、その店でね、サービスを受けて、そのサービスがね、良かった点とか、まあちょっとな、微妙だなと思った点とか、まあ普通にね、一消費者として、まあ一応まあ言葉は選んだつもりですけど、まあ一応書く、いろいろね、こう、レビューする権利というかね、はあると思う。まあ別に誹謗中傷的な内容とかはしたつもりはないし、別にそのレビューの内容自体は別に俺何も自分としては問題ないというふうに思ってるんですけど、まあね、僕も飲食店でね、まあちょっと店長ね、やらせていただいたことで、まあそのね、まあ僕がね、全然ね、まあ店舗経営者として、まあ全然ダメなの、自分をね、棚上げして何偉そうに書いてんだっていう、まあことは、まあ確かにそうなんですけど、まあでも一応僕は消費者としてお金ちゃんと払って、その店のサービスを受けたので、いろいろね、まあレビューを書く権利はあるんじゃないかと。まああんまりこう、誹謗中傷的なね、ことを言うのはダメですけど、でも、自分がそのサービスを受けて、そのね、まあその、まあ、食事を食べて、感じた率直なことをね、書いて、あとは、まあ、そのお店自体がすごい好きっていうのもあって、改善してくれたら嬉しいなっていうね、気持ちも込めて書いてたのがあって、
うん、っていう感じです。まあ、レビューの内容に関しては別に何も自分では問題ないとは思ってます。はい。Google のね、レビューのね、こう、まあ、アカウント、公表してなかったんですけど、まあ、今現在別に何も自分でも管理とか、まあ、別に何もしてなくて、何もこう、まあ、更新もしてなかったんですけどね。で、まあ、まあ、一応Twitter のね、ダイレクトメールで、ちょっと一応内緒でお願いしますって言ったら、まあ、何があるかわかんないから、もう俺もなんかよくわかんないけど、なんかまあ一応、まあ、あまり公表しない方がいいんじゃないかなと思って言ったんですけど、ですね。それでまあ、バってこう晒されてしまって、でまあ、それでね、まあ、内密にと言ったはずですが、っていうふうに、こう、ちょっとね、まあ、ダイレクトメール言ったんですけど、そのこともなんかこう、まあ、5チャンネルで晒されたみたいで、あ、もう本当に根っからのアンチだったんだなって、ちょっとすごくショックで、結構学生のね、男の子なのかな、でもね、みたいな感じで、なんかね、ちょっと応援してくれるね、子だから、まあ、いろいろね、僕のね、こう、まあ、活動チャンネルの、こう、まあ、なんかこう、絵とかも描いてくれてたし、まあ、そのなんかね、まあ、なんか、まあ、可愛らしいね、子だな、というふうに、まあ、男の子なんだろうと思うけど、まあ、ちょっと、いうふうに、好印象を抱いてたんですけどね。まあ、ちょっと まあ、かなり傷つきましたね。うん、辛いです。うん、さすがになんかちょっとごめんね、なんかこう動画作る気力は湧かなかった。うん、傷つくと。っていう感じで、まあ、うじうじとね、まあちょっとこう、まあ、いろいろね、愚痴ってしまいました。すいません。まあ、ネットの世界ってこういうものですからね。まあ、一つまたね、勉強になって、だからなかなかね、やっぱりそういう、防壁はやっぱ気づかなきゃいけないですよね。うん。やっぱこう、まあ、純粋に応援してくれる、本当にね、支持者というかね、応援してくれる方もね、ダイレクトメールくれるんですけど、でも中にやっぱりこういうアンチの人が、混じってる可能性っていうのはやっぱりあるので、僕は見分けつかないし、だからやっぱこう、ちょっとね、こう、距離をね、置くしかないから、全体的に距離をね、こう、パッてちょっとこう、今までよりも距離を空けるしかないのかなっていうね。まあ、まあ、悲しいことですけれども、まあ、ダイレクトメールのね、やり取りは、普通のコメントとかリプのね、公開されてる場での、やり取りとは違って、ダイレクトメールはやっぱり、まあ、このプライベートなね、こう、まあ、空間なので、雰囲気というかテンションというかね、まあ、そういうのはもう変えて、行ってるんですけれども。まあね、なかなかこういう、あんまり人をね、傷つけるようなことも、やっぱり人としてするべきではないと思うんですよね。やっぱね、応援してますって言って、こっち通って言って、心を開かせて、で、手のひら返して裏切るってね、やっぱり、人の心をね、ひどく傷つけるのでね、やっぱりもう生き方として、やっぱりこういう生き方をするべきじゃないと思いますよ。うん。まあ、何よりね、まあそういうことをしてる自分自身のことをやっぱり好きになれるわけがないのでね、後々ね、大人になっていってね、家庭を持って、幸せをね、幸せを作っていこうと思った時に、人としてね、まっとうな生き方をね、しようというふうにね、決めた、ね、そういうふうに生き方をしていこうと思った時に、やっぱ過去のね、自分がしでかしてきたこう罪とかね、人をね、悪意、故意にね、悪意でもってその人を傷つけたり、裏切ったりね、したことっていうのはやっぱりまだ、必ずついてくるので、その一つ一つとね、向き合って、まあ、その苦しみながら、罪悪感とかね、苦しみながら、まあ、そのね、こう、まあ、カルマ清算っていうんですかね、それ向けて一つ一つこう手放してね、消化して、まあ、まあ、楽になっていける道はありますけども、非常にね、辛いのでね、過酷なので、一生かけてもね、こう、全部清算できるかわかんないし、とにかく辛いので、やっぱりもうね、まあ、いつもと同じようなね、まあ、まあ、話になっちゃいますけど、そういうね、罪悪感から逃れられる人間なんかいないのでね、やっぱり、そういう、いくらネットでね、匿名という場であっても、やっぱり人をね、傷つけるようなことは、やっぱりね、しちゃいけないと思います。何より自分自身のために、こういうことは本当にやめてください。はい。って感じでした。すいません。今日はね、ちょっとこういう動画になりました。活動でした。ちょっとゆっくり休みます。